はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。今日はね、こちら、ロードの XCM50 っていうマイクだね。そしてもう一個が同じくロードの XDM100 っていうね、マイクになります。ちょっと前に発売されたやつですね。で今回ですね、2つともロードさんが送ってくれたものになります。片方ダイナミックマイク、もう片方がコンデンサーマイクになります。それではいつも通りレビューしていきたいと思います。せーの、ドン。なんかステップ書いてるね。ステップ1はマイクを挿して、ステップ2はロード X のユニファイっていうソフトをダウンロードしようって言ってますね。そして、OK って感じかな。ちょっとソフトウェアが必要みたいですね。これはなんだ。おーおーおー、すごいな。見てこれ、これポップフィルターっすね。ゴム質だね。こうグニョングニョンになるけど、ちゃんと骨組みみたいなのがゴムでできてて、結構質感は高いですね。面白いな。ケーブルもなんか、ま、ロゴついてるけど、すごいな。妙にかっこよくないですか。まあ、これは多分ショックマウントっすね。おー、割と立派なショックマウントですね。ちょっとサイズ感でかいかな。はい、じゃあ次、本体だね。本体ごちそうだな。結構重いぞこれ。その下になんかケーブル入ってる。これタイプ C ってタイプ C なんだけど、すごいいいケーブル使ってんな。めっちゃ長いですね。これで PC につなげる感じかな。はい、こんな感じでロードのね、ロゴも入ってます。なるほど。そして本体、もうなんか真っ赤だね、画面がはい、おー、すげえ。見た目かっこいいかもしれない。結構こう解消、はい、あ、ちょっと持ってる IE20 に似たサイズ感ですね。重いわ。手で持ってるだけで重く感じます。で、これはボリュームダイヤルですね。結構周りは渋いですね。あの、ずれないようになってます。で、押し込みもできる。これで多分ミュートするんだろうね。あ、結構しっかりしたスイッチですね。これいいね。で、これがヘッドホン、まあモニタリングとかの、端子かな。で、裏側は特に何もなし。さっきのポップガードがつく場所があるね。ここにね、突起があるんで、これにはめる感じなんだろうね。こうはまる感じか。おー、綺麗にはまった。だからポップガードつけたらこんな感じですね。結構デカめですけども、しっかりしてます。かなり重量感あります。外したらこんな感じだね。まあかっこいいんじゃないかな。ちなみにこれはね、XDM100 っていうモデルですね。メドインオーストラリア。オーストラリア産らしいです。品質チェックのタグがついてますね。いや、これね、後ろのタイプ C のこの差し込み口もすごいしっかりしてます。このね、ネジが切ってあって、マイクアームとかにつけれるようになってる。結構質感はかなり高いですよ。ポップガードつけてもでもそんなにサイズでかくならないのいいね。はい、次、こっち行っちゃおうか。XCM50。はい。コンパクトだね。あ、すごい。見てこれ。カメラアームみたいなスタンドついてるぞ。カメラの三脚みたいですね。すごい開くな、これ。めちゃめちゃベースは安定しそうだけど、高さは稼ぎなさそう。で、まあさっきと同じタイプ C ケーブルだね。で、こっちもさっきと同じタイプの 3.5 ミリケーブルです。三脚だね。そして最後に本体。これもちょっと重いな。重量感ありますね。後で重さ測っていくわ。はい、本体こちらですね。なんか四角いな。めちゃくちゃ四角いな。で、USB を後ろに挿して、ヘッドホンも後ろに挿せるね。で、ダイヤルは、あ、ここも重めですね。さっきと同じ感じで、ニューるーって動く感じ。で、ポチポチもできるんで、これ押してミュートですね。あれ？なんか入んない。なんかカバーついてんのか。細かいね、これね。オーストラリア産って感じがするわ、でも。こっちもオーストラリア産なのかな。デザイン&メイドインオーストラリア。あ、こっちもオーストラリア産ですね。立たせると、こうか。はい、正面から見たらこんな感じですね。ここの自由度は結構あるんだけど、なんかこのスタンドでけえな。すごい安定してるっちゃ安定してるんだけども、カメラスタンドみたいなもんだから、結構場所は取りますね。これ緩めれば好きな方向にね、向けれるんでいいと思います。ちょっと重さ測っていこうか。はい、まずはね、ちっちゃい方から測っていきます。 493g。 まあまあ重いですねこれね。はい、じゃあ次はでかいやつ。これは700、800、800、濃い 719.5g でした。そうだね、だからこれが結構意外と重かったね。こんなちっちゃいのに 500g あるって結構ですよ。それじゃあね、つけてマイクテストやっていきたいと思います。はい、それじゃあね、こんな感じでセットアップしたんですけども、これで録音していきたいと思います。で、これもマイクアームにつけてますね。
なんでかっていうと、これね、もう絶対振動拾うし、俺はあんまりおすすめしてません。仕方なく使うならわかるけど、家では絶対にマイクアーム使った方がいいです。せっかくいいマイク使うのに、振動とか拾いまくって、めちゃくちゃもったいないんで、アームはぜひ使ってください。今回のテストもアームは使っていきます。で、距離なんだけど、ダイナミックマイクは、ポップフィルターを外した状態で距離を合わせてます。で、ポップフィルターつけると、ここね、空洞になってるんですよ、これ。空洞になってるんですよ。だから、見た感じだとダイナミックマイクの方が近いように見えるけど、実際の表面は同じ場所に設定してます。はい。ポップフィルターありで録音していきます。はい。今ね、繋いでみたんですけども、こちらユニファイっていう公式ソフトウェアですね。XDM100 も XCM50 も、追加しました。両方とも見てみたんですけども、2つともこの AFX っていう DSP ですね。デジタルサウンドプロセッシングっていう、要は音を良くするやつが3つついてます。コンプレッサー、そして、オーラルエキサイター、これはどうやら高音の、持ち上げですね。で、ビッグボトム、低音の強調、ここら辺がね、全部入った状態がデフォルトです。で、プラスハイパスフィルターも、75Hz 以下をカットしてます。低音のそういうハムノイズとかホワイトノイズをカットする機能ですね、これも全部オンになった状態なんで、とりあえずデフォルト、要はこの状態で今回は録音していきます。それではやっていきます。今ですね、こちら口元5センチの距離から話しています。どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。今ですね、こちら口元5センチの距離から話しています。どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。口元10センチ、どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。口元10センチ、どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。口元15センチ、どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。口元15センチ、どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。ダイナミックの方はポップフィルターがついてるんですけども、今5センチの距離でどれくらいポップをね、防いでますかね。パピプペポッ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 プフィルター、パピプペポッ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 プフィルター。一応このAFXのエフェクターオンとオフで、比べていきます。今オンの状態です。どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。今度は全部オフの状態ですね。どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。今オンの状態です。どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。今度は全部オフの状態ですね。どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。はい、それではね、最後にまとめていきます。まあ、全体の感想としては、まあ、XDM100 と XCM50 ね、全然音違いますね。クリアさで言うと XCM の方が、まあ、コンデンサーの方があると思いました。でも、ノイズですね、キーボードの音とかはダイナミックマイクであるこっちの方が、まあ、離れれば離れるほど音がちっちゃくなるんでいいのかなっていう感じですね。どっちがいいかっていうと、もう好みかなと思います。で、ソフトウェアなんですけども、いろいろね、気に入らないところが結構あるんだけど、まあ、ソフトウェアは置いといて、ソフトウェアの中のAFXのそのエフェクターっていうんですか、DSP。あれはね、結構いいのかなと思いました。で、反対にね、ダイナミックマイクは、エフェクトない方が良かった気がするんだよね。ダイナミックマイクは、ビッグボトムで多分低音が上がっちゃってるんだよね。それで余計もうダイナミックマイク元からちょっとこもり気味なのに、もっとこもっちゃってる感じがしました。だからこれオフにします。オンの状態。どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。オフの状態。どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。多分ビッグボトムはない方がいいような気がしました。まあ、ここら辺ちょっとね、いじれるんで、いろいろ試してみるといいと思います。ちょっと最後もこれで撮っとこうか。良かった点としては、まあ、かっこいいよね。見た目かっこいいのと、AFXの DSP が結構組み合わせでいい音が手に入る。悪かった点。悪かった点はですね、ユニファイのソフトウェアの癖がめちゃくちゃ強いです。まずは、現象だけ説明するね。これ XCM50、XDM50 って今入ってるじゃん、ここに。OBS の波形は出てるけど、こっち側の波形がなくなってるの分かる？共存できないんですよ、こいつとこいつ。これね、ここで、こういう弦上げたりしたら、影響はちゃんとしてくれるんよ。例えばこれ、今、弦上げていくね。上げていくと、上がってるでしょ。音は上がってるでしょ。効果あるの。でも、ただここに波形が出ない。どうしたら、こちらのユニファイに波形が出るかっていうと、OBS を落として、ユニファイを再起動すればいい。すごくめんどくさいですね。じゃあ OBS に波形出すときはどうしたらいいか。先に OBS を起動してユニファイを起動するっていう。要は先に起動した方が優先されるんですよね。はい、すごくめんどくさい仕様になっています。それ以外のオーディオソースについては大丈夫なんですよ。例えばチャンネルアサインメントっていうところに行くのね。例えばシステム音でしょ。チャット音、ゲーム音、ミュージック、ブラウザーとか、どんどん増やしていけるのね。フィニッシュして次の画面行くと、こうやって
バーチャルインターフェースみたいな感じでできます。で、じゃあここから何するかっていうと、これをアサインしていくんだよね。試しにやってみようか。ブラウザーの音をここに入れますよっていうのどうしたらいいかっていうと、ここにね、ミキサーのアイコンあるんで、ここをクリックすると、ちゃんとね、Windows のミキサーがね、起動してくれるの。これすごい便利ですよね。で、Google Chrome あるでしょ。ここに Google Chrome の出力に、ブラウザーアウトプットロードユニファイっていうのをアサインします。すると、どうなるか。はい、音が出てますね。今、YouTube で動画再生してるんで。だからこういう風にね、一個一個やっていけば、インターフェースみたいな感じなことができるんだよね。うん、でもね、正直言います、これめちゃくちゃ使いづらいですね。まず、日本語がない。全部英語。で、マウスオーバーすると何なのかって教えてくれるのあるんだけど、もうまあ簡単すぎて、基本的なことしか教えてくれない。使い方は僕一応いろいろ触って分かったんだけど、ロードの設計のコンセプトが結構プロ向けなんですよね。一般層向けなのに、なんかプロ向けのものを作ってしまっているっていうね。なんかプロの人だったら一発で分かるんでしょうね。こうなってこうやるんだろうって分かるだろうけど、じゃあ素人が来てこれ開いたら、なんじゃこりゃってなるんよ。全然説明が足りないし、チュートリアルもないしさ、もう説明書すらないんで、ちょっと厳しいのかなと思いましたね。だから僕はソフトウェアは初心者向けじゃないし、使いづらいのかなと思います。まあ、とにかく最低でも日本語にしてほしいです。それ以外にもね、いろいろこうエフェクト出したりできるんだよね。あと音楽をね、プレイしたりもできるんだよね。だからすごい便利ではあるんですけどね、使いこなせれば。そんなところですね。でも一番でかい問題が OBS と共存できない。波形が共存できないのはもう大問題ですね。ちょっと論外っていう感じです。だから僕がおすすめする使い方としても、ここら辺もミキサーめんどくさいから使いません。使わないで、もう最初にここで、マイクの原因とエフェクト設定したら終わり。これは起動してほっとく。うん。で、OBS を先に絶対起動する。まあ、めんどくさいよな、そう考えると。うん。で、ほっといて、で、じゃあどうするかっていうと、実際の OBS 画面では、もう、音声入力として一個一個掴んでくる。実際単体の、XDM100 の入力を持ってくるってことね。そしたらね、普通に使えるし、しかもね、幸いなことにね、このユニファイでかけた AFX のこういう DSP とか、ハイパスフィルターとかは、ちゃんとね、このデスクトップマイク、ロード XDM100 の入力に載ってるんで、要は掛け取りっていう感じですかね、使えるので、まあ、そこは良かったのかなと思います。最後はですね、ミュートですね。ミュートはね、基本的にユニファイがないと、これがね、起動してないとできません。今ちょっとこれ、はい、押したら、はい、ここがミュートになりましたね。じゃあもう一回、ポチッと押すと、はい、ここのミュートが解除されて、XCM50 から音が出るようになりました。でも、ユニファイを落とすとどうなるかっていうと、バックグラウンドで走らせるんじゃなくて完全に落とすよ。すると、はい、今、もう一回ミュートしますよ。ポチ、はい、何も反応ありません。関係ないです。何回押しても同じです。だからソフトウェアが起動してることを前提にした設計になってます。マジで事故りそう。だから、まあ全体的に、AFX はいいんだけど、それ以外の部分が微妙かなっていう。ゲーマー向け、ストリーマー向けで作るんだったらもうちょっとユーザーフレンドリーにした方がいいかなと感じましたね。まあロード自体ね、初めてこういうの作るんだろうね。ちょっとまだ、もうちょっと頑張ってほしいなっていうところありました。AFX のね、その方向性すごいいいんですよ。今ガチな DSP を、どっちかというと素人向けですよね。ゲーマーとかストリーマーとかに使ってほしいっていうのはすごいね、価値を感じるんですけども、それ以外の部分がもうちょっと洗練する必要あるかなっていう気がしました。で、まあ単純にね、オーディオソースが増えるのは悪くないですね。こういうふうにオーディオソースがね、いっぱい増えます。ブラウザーアウトプット、チャットアウトプット、ゲームアウトプット、ミュージックアウトプット、システムアウトプット、もう何種類も増えます。まあでも、それを活かせるかどうかっていうところは、わかんないよね。初めてオーディオインターフェースを買うとか、初めてマイクを買う人、これ買うと、まあびっくりすると思いますね。はい。じゃあちょっと最後に値段見ていきましょうか。いくら出てるこれ。39,270円ですね。はい。結構高いです。正直言って、マイク単体で言うとかなり高いですね。でも、オーディオインターフェースとして考えると、まあ、悪くはないけど、まあ、ちょっと高いかなっていう感じ。オーディオインターフェースだからね、これどっちかというと。マイクの形をしたオーディオインターフェースですから。だって、延長ケーブルまでついて、ここ、すごい長い延長ケーブルまでついて、もう、オーディオインターフェースとして使ってくださいっていう、もう圧を感じますから。まあ、そういった意味では、まあ、ちょっと高いぐらい。で、マイク単体で使うんだったらちょっと微妙かなっていうね。ちょっと高すぎないかなっていう気はします。はい。で、こっちの XCM50 の方は、今2万6000円ですね。これもね、マイク単体だったらちょい高ですね。どうだろうな。ソフトウェア、もうちょっと洗練してくれたらありだと思うけど、ソフトウェアがね、やっぱ足引っ張ってる感じはしますね。ちょっと厳しめな意見にはなったんですけども、使
使いこなせる人は使いこなしてすごい気に入ると思うけど、だからまあぜひ皆さんのね感想も教えてください。これは高すぎるのか、音質はどうだったのか、ぜひご意見コメント欄の方でお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。